利用書、美容書、衛生管理講習会、2つ目のセクションでは、器具などの洗浄、消毒と適切な薬剤の使用についてお話しします。利用書、美容書の中における健康被害リスクは大きく2つに分かれます。1つ目は、器具の不十分な消毒が原因の健康被害です。施術中に使用するハサミやカミソリなどの器具は、お客様の傷口などに触れ、血液で汚染されている可能性があります。器具の洗浄、消毒が不十分だと、器具を介した B 型肝炎やエイズなどの感染症リスクが高まります。このような感染症を広げないためにも、器具はお客様の施術が一人終わるごとに洗浄、消毒を行うことが重要です。二つ目は、お客様の肌に触れる薬剤が原因の健康被害です。パーマ剤、カラー剤、ブリーチ、まつげエクステンションの接着剤などでお客様に合わないものを使用してしまうと、皮膚炎やアレルギー反応を起こすことがあります。そのため、これら薬剤を使用する際は、施術の前にお客様の頭皮や顔に傷がないか確認する。パッチテストやカウンセリングを行い、お客様の体質や状態を確認するなどの注意を払うことが重要になります。このセクションでは、これら2つの健康被害を防ぐための具体的な対策についてお話ししていきたいと思います。それではまず1つ目の、器具を清潔に保つための正しい消毒の仕方について説明します。正しい器具の消毒は、以下の4ステップをすべて順番に行うことが重要です。1つ目は、手、指の洗浄、消毒です。手や指は石鹸を使って15秒以上洗いましょう。手を濡らすだけでは意味がありません。洗浄後は手をしっかり乾かしてからアルコールスプレーなどで消毒をするとより効果的です。2つ目は、器具の洗浄です。器具は洗剤を使ってこすり洗いしないと汚れが落ちません。また、水気を切らないとハサミやカミソリなどの金属の刃が傷んでしまいます。消毒の効果が薄まってしまうため、必ず器具を洗浄して水気をよく切ってから消毒するようにしましょう。3つ目は、器具の消毒です。器具の消毒は、すべて同じ方法ではなく、器具に合った方法で行うことが重要です。詳しい消毒方法については、この後説明します。4つ目は、器具の保管です。適切に洗浄・消毒した器具であっても、使用済みの器具と同じ場所にしまっては意味がありません。必ず消毒済み器具専用のきれいな場所に保管してください。シザーケースを使用している場合などは特に注意しましょう。続いて、詳しい器具の消毒方法について説明します。こちらの表は各消毒法に適した器具を示しています。血液の付着の有無によっても消毒方法は異なるため、まずこのスライドでは血液付着の恐れがない器具について説明します。エタノールの付け置き消毒は小型の器具の消毒に特に適しています。しかし、器具を消毒液に完全に浸す必要があるため、大型の器具には不向きです。エタノールでの拭き取り消毒、紫外線消毒は構造が簡易な器具に有効です。しかし、ブラシ類の根元など、構造が複雑な器具は薬剤による拭き取りが難しく、紫外線が当たりにくいため推奨されません。逆性石鹸は、櫛やブラシなど数量の多い器具の消毒に適しています。煮沸や蒸気による消毒は、熱に強い金属、陶磁器、木製の器具及びタオルなどの布製品の消毒に適していますが、逆に熱に弱いプラスチック製の器具には不向きです。次亜塩素酸ナトリウムは市販の塩素系漂白剤に含まれている成分です。消毒効果のほかに、
漂白作用もあるので、白いタオルの消毒に特に適しています。一方で、金属を腐食させる作用があるため、長時間のつけ置きは避けるなど注意が必要です。次に、血液付着の恐れがある器具の消毒方法について説明します。血液が付着した器具は、より感染性リスクが高くなるため、消毒方法はスライドに示したエタノールのつけ置き、煮沸、次亜塩素酸ナトリウムの3つの方法のいずれかに限られます。エタノールの拭き取り、紫外線消毒器、逆性石鹸では消毒の効果がありません。必ず血液付着器具に適した方法で消毒を行うようにしてください。続いて、各消毒薬などの使用方法についてご説明します。まず、消毒用エタノールですが、こちらは最も消毒効果が高い 76.9% から 81.4% にあらかじめ調整されている製品です。そのため、消毒用エタノールと書いているものは、原液のまま使用してください。濃度が低いと消毒効果が弱くなってしまうため、薄めないようにしましょう。浸して消毒を行う場合は、エタノールが揮発するのを防ぐため、密閉できるような蓋付きの容器を使ってください。消毒用のアルコール綿を作って保管する場合も、同様に密閉容器に入れてください。浸して消毒を行う場合は、7日以内に新しいものに取り替えましょう。消毒用エタノールでつけ置きをする際は、10分以上行ってください。消毒液の有効成分が揮発したり、外からホコリなどが入ってきてしまうため、必ず蓋をして消毒するようにしましょう。拭き取りの場合は、しっかり液を染み込ませた綿やガーゼで拭いてください。スプレー式のものもありますが、量が少ないと拭き取り効果が弱いため、しっかり器具の表面全体にエタノールが触れるようにしましょう。次に、紫外線消毒器について説明します。紫外線消毒器は、紫外線を照射することにより消毒を行うため、紫外線ランプの光が届かない部分には、全く消毒効果がありません。したがって、ブラシなど根元まで紫外線が届かないような器具の消毒には不向きです。ハサミは刃を開いて入れ、刃の部分に紫外線が当たるようにしましょう。消毒器には上にしかランプのついていない一等型と上下にランプのついた二等型があります。一等型の場合、片側を20分間照射した後に裏返してもう片側も20分間照射する必要があります。紫外線ランプは約3000時間ほどで切れるので、ランプは適宜交換してください。また、使い終わった器具をそのまま紫外線消毒器に戻し、次に使うときにそこから直接取るというように、紫外線消毒器を物置代わりにしている方がいらっしゃいます。このような使い方をしてしまうと、使用済みの器具についた汚れが消毒済みの器具についてしまう恐れや、取り違えて消毒不十分な器具を使用する恐れがあるため、使用済みの器具と消毒済みの器具はきちんと別々の場所に置いておくようにしましょう。最後に、逆性石鹸について説明します。逆性石鹸は低刺激性の消毒薬であり、ドラッグストアなどで販売されています。市販品はほとんどが 10% 水溶液であるため、50から100倍に薄め、0.1 から 0.2% に調整して使用します。逆性石鹸は洗剤や石鹸などが混ざると消毒効果が激減するという特徴があります。逆性石鹸液を使用する際は、器具についた洗剤をよく落としてからつけ置きするようにしましょう。逆性石鹸など、希釈した消毒薬は、濃度の低下や雑菌の繁殖が起こるため、毎日取り替え、新しい消毒液を作成してください。逆性石鹸の希釈方法は、このような簡単な式で計算できます。作りたい消毒液の量に応じて、逆性石鹸をどれくらい使ったらよいのか計算したいときに使ってください。作りたい消毒液の量に作りたい消毒液の濃度をかけます。それを使用する逆性石鹸の原液の濃度で割ると必要な原液の量がわかります。下の例は 500ml の消毒液の作り方です。
10% で売られている逆性石鹸を 0.2% まで薄めたいので、 500ml の水に逆性石鹸を 10ml 入れれば良いということになります。ペットボトルのキャップ1杯が 7.5ml なので、メスシリンダーなどを使わなくても大体の濃度で作ることができます。その他の現在法令で定められている消毒方法についてご紹介します。煮沸による消毒は沸騰してから2分以上の煮沸が必要になります。次亜塩素酸ナトリウムは血液付着の恐れがある器具は 0.1%、 恐れのない器具は 0.01 から0.1% 液になるよう濃度を調整し、液中に10分間つけ置きします。ただし、金属製の器具は腐食する恐れがありますので、長時間つけ置きしないようにしましょう。その他、蒸気による消毒は、80度以上の蒸気に10分以上接触させる必要があります。グルコン酸クロルヘキシジン液は、0.05% 液に10分以上浸して消毒を行います。また、良性界面活性剤は 0.1 から 0.2% 液に10分以上浸して消毒を行います。なお、クレゾールは平成12年の法令改正で使用できなくなっておりますので、まだお使いの方は今後はクレゾール以外の方法で消毒するようお願いいたします。続いて、2つ目の薬剤の適切な使用方法について説明します。理美容所で使用するカラー剤やパーマ剤、ブリーチ、まつげエクステンションの接着剤などの薬剤は健康被害を引き起こす可能性があります。中でもカラー剤の中で最も広く使用されている酸化繊毛剤はアレルギーを引き起こしやすく、これまで毛染めに異常を感じたことがない人でも何度か使用するうちにアレルギー性皮膚炎になることがあるという特徴があります。他の薬剤についても同様で、体質や体調によってアレルギー反応を引き起こす可能性があります。最近はオーガニック製品なども販売されていますが、アレルギーが出ないわけではありませんので注意が必要です。薬剤の使用説明書をよく読み、使用前に成分について把握してください。もし商品に詳しい説明がついていない薬剤は、メーカーに確認し、どういう方に使用できない商品なのかを確認してください。また、許認可を得ていない商品は使用しないでください。まつげエクステンション、まつげパーマについては、特に目の周りへの施術であり、目や皮膚への健康被害を起こすリスクが高い行為であり、より一層の安全面への配慮が必要です。ピンセットなど、使用する器具の消毒を徹底してください。万が一、お客様に症状が出てしまった場合は、薬剤の使用を直ちに中止してください。そして、薬剤が患部に接触することでアレルギー反応が強まりますので、決して患部は絆創膏などで覆わないようにしてください。お客様にはすぐに医療機関を受診いただき、適切な処置を受けてもらいましょう。症状の原因が薬剤であることが判明した場合は、今後の使用はやめてください。最後に、理美容師の皆様へのお願いです。お客様へ薬剤を使用する前に、必ず皮膚が弱くないか、アレルギーはないかなどのカウンセリングを行うようにしてください。カウンセリング項目は、お店で扱う薬剤によって変わってきますので、お店ごとに設定をお願いします。カウンセリング結果と薬剤の説明書などを照らし合わせ、アレルギーなどが出る恐れについて、お客様へ事前に説明するようにしてください。ブリーチなどの強い薬剤を使う際は、肌への刺激が強いことを前もって伝えておきましょう。慣れているお客様こそ、今まで大丈夫だったからと油断していることもありますので、注意してください。なお、お客様に合わない薬剤は、お客様の要望があっても使わないようにしてください。以上で2つ目のセクションである、器具などの洗浄、消毒と、適切な薬剤の使用に関するお話を終わります。ご視聴ありがとうございました。引き続き、新型コロナウイルス感染症への対応に関する動画の視聴を行ってください。